けどね、すぐ飽きそう。何ね、今日金曜日お疲れ様です。明日からあれ休日ですか、皆さんどうなんですか。そうやろ、みんな明日からお休みやろ。だけみんな嬉しいでしょう、絶対心ワクワクね、いいね。これはスイカです。これは久しぶりのスイカです。今日ねあ、お仕事なんですね。そっか、お仕事か。あ、湧いたえ、聞きました今の湧いた音、カチンって、え、カチンって今音鳴ったけど聞こえた。あ、もう楽しかった湧きました、とうとう湧きましたね。わあ、ジョバ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 ってお母さんがなんかやってます。カップラーメンじゃないんですよ。何の、じゃあ何のためのお湯か当ててください。当てた人すごい、多分当たらんと思う、当たらん結構これね難しいよ。音楽とか鳴らないんですよ、カチャってしか音鳴らないんですよ。多分ね安物やけん。ここの部屋にあるケトルは多分安物、もう一個あるんですよケトル。 お風呂は強いなそんな田舎じゃないよ、そんな古いなんか、古いなんかお風呂に入ってるわけじゃないですよ。足湯じゃない。お、待って、答えがある、すごいすごい。いや、なかなか当たらなそう、なんかあんまり、そう、あ、お湯沸かしてる、違います違います、あのケトルで沸かしてるんですよ。じゃあ答えを発表します。消毒、消毒じゃない、答えは先ほどありました。せー、すごい正解、おーちゃんさん、湯たんぽ、湯たんぽでした。なんかね、尾上家はね湯たんぽ作るんですよ。これはなんかお母さんのルール、お母さんのなんかルーティーンで、夜は湯たんぽで寝るっていうのが決まりで、もう春だからそんな寒くないけど、まあ、ギリギリまだ今日は使ってますね湯たんぽ。いや、鼻に水でそんな熱湯やらんやろ、かわいそうや鼻え、湯たんぽね、湯たんぽありますよ家に。なんかね、もう軽く5、6個ありますね。だって私のベッドに1個あって、でお母さんの部屋にも何個2個ぐらいあって、でお母さんはその寝る時以外にもなんか湯たんぽ抱っこしてるんですよ寒い時は。すごい、一発で正解ってよく分かりましたね。なかなか、そうなんですよ、今日はそんなに寒くないやろね、今日は寒くないやろって思うじゃないですか。私もそう言ったんですけど、どうしても湯たんぽが必要やったらしいです。変わってますねうちの母は。使ったことない？でもそうですよね、最近なんか使ってる人少ない気がします。そんないっぱいおらなそう、いなそう。雨降ってる？昨日の夜まで降ってたんですけど今日は晴れました。あ、そう、メール送れなくてごめんなさい、本当あーと思って、でもまあ仕方ないやって思ごめんなさい、ちょっとドタバタしちゃってて。でさ、そう、一昨日も私夜送れなくなっちゃってごめんなさい。あれはね、あの急遽ちょっとミーティングが入っちゃって、そう、10時からミーティング入ってちょっとあの遅れなくなっちゃった、ごめんなさい、すいませんあ、そんな、何食べたか、ね、あの私以外はカレーうどん食べたけど、私は野菜スープを飲みました野菜スープを飲みました、私は一人。そうだってさ、カレーうどんってめっちゃ高カロリーやろ絶対。あのね、高カロリーなんです、カレーうどんなんてものは。だから食べれなすぎてもう仕方なく、あの野菜
野菜スープを飲んだんですけど、でもね、これはね、こんなこれだけ聞いたらね、あ、お水気偉いね、よしよしって思うかもしれんけど、まあちょっとあの相方のカレーだけちょっとだけ食べました。あのカレーうどんのカレーのスープだけちょっとだけをもらいました。なんかうどん、カレーうどんのうどんを食べたら罪深いなと思ったんですよ。なんかあのそれはもうね、すごい罪、大きい罪だと思ったんで、うどんを食べたらなんかダメかなと思ったんですけど、あ、カレーうどんのスープなら許されるんじゃないかって思ってちょっと飲みました。カレーうどんのスープだけ相方が飲んでいいよって言ったけん、え、いいと？と思ってスープだけありがとうございますって言って食べました。そう、食べていいと？でも時間も時間ですからね、さっきですよ本当に。もう1時間ぐらい前かな、食べたのは10時過ぎやったけん、もうダメよそんな。でもスープやけんセーフなんですよ、スープならセーフ。でもうどん食べたらもうそれはダメ。そう、ひもじい、ひもじいです、本当にひもじいで久しぶり聞いた。え、そうなんですよ、もうお腹すくんですけど、けどね、みんながね思ったよりね、私昼朝食べてますからね。あー、これ言ったらもう絶対みんなからそんな食べるぐらいなら夜食べても変わらんけんって、おみずき爪が甘すぎるんだよってみんなから言われると思うけど、昼ご飯言っていいですか？今日の昼ご飯はうまかっちゃんが、もう全てが崩れ落ちる私のダイエット生活。何食べてるんだよね、ほんとそう思うんですけど、そう分かってるんですけど、でもうまかっちゃん美味しいじゃないですか。ラーメン食べたら意味ないってみんなが今思ってると思うんですけど、正直に言いますね、あんまり嘘つけないんで。うまかっちゃんセーフ？セーフにしましょうよ。あ、正直に言ったら許されるんだよかった。そうだけんか、でも昼ならいいかなと思ったんですよまた言い訳ばっかり言い訳ばっかりするけんダメってよ。あのでも昼ならいい、昼っていうかほぼ朝に近い昼だったんですよ。朝よりの昼だったんです、食べたのが。何時かっていうと11時40分ぐらい。これもうほぼ朝ですよねほぼ朝ごはんはちゃんとパン食べたんですけど、卵パンを食べたんですけど、あの朝ごはんとは別に、だから昼ごはんになるかなと思ったんですけど、でも時間的に11時40分ってほぼ朝じゃない？でも朝ごはんはいっぱい食べていいって誰かが言ってました、ダイエットでも昼かなやっぱり。そっか、そこはみんなそんな甘くなかったかいや、まあ確かに、まあそうですね。じゃあ昼ごはんにします。昼ごはん、朝ごはん、卵パン、昼ごはん、うまかっちゃん、夜ごはん、野菜スープ、ちょっとカレースープでした。おみずきのダイエット生活。けどもね、なんかね、体重そんな変わってなかったんですよ。焼肉も食べたし、あの桃カステラも食べたけど、そんな変わってなかったけど、 300g ぐらい太っとった。もう太ったって言わんよ、 300g なんて。そう、いつまでですかね、みんなが、あ、おみずき痩せたっていうコメントでブワーって埋まった瞬間にやめます。でも本当に思った時に言ってくださいよ、本当に。だってもう毎日おみずきですから、最近はほぼ毎日おみずき、毎日アイドル。あー、痛い痛い、この串がめちゃめちゃ硬いんですよ、ほら痛い、びっくりした。で、それは何の話、痩せてる、もう大好き、痩せてるじゃんって言われた。痩せてないやん、まだ分かんないやろ絶対。え、痩せたら悲しいと、え丸顔キープ。あ、そう、みんな分かりますか。あ、そう、今日ね、記念すべきショールーム毎日配信4日目、人生で初めて4日連続続きました。
この調子でラジオ体操の記録を抜きたいと思います。あんまり私3日坊主でやばい4日坊主じゃない余興は4日目で3日坊主なんですけど、私この3日の壁を超えれたっていうのはすごいことですよね。だってめちゃめちゃね、私あれよ3日坊主よ。だけど今日は4日目。そう嬉しい。どうかな、365日はちょっとまだ厳しいかなと思うけど、とりあえず目標はラジオ体操の記録を抜く。私ねラジオ体操を1ヶ月行ってたことをずっとなんかこう自慢げに思ってたんですよね。そう1ヶ月なんですけど、たった夏休み来て1ヶ月ちょっとかな、たった1ヶ月ちょっとでさ、あんなさ毎日続けたよって言い張っとったけど、これ超えれそうですね。毎日配信1ヶ月いけそう、気持ちはいけそうけど、そもそも毎日アイドルってあのスパッて言えないところが良くないですよね。いつもさなんか保険かけてさかっこほぼみたいな、ほぼほぼ毎日アイドルって言ってるんですよ。くしゃみ出そうって出してよくしゃみ出してよ、 なんで何のコメントくしゃみ出そう報告いらんよ。んえそうそう、でもんそう、それで何の話やったっけ、もうくしゃみ出そうで全部忘れたやん、もう何やったっけ何の話やったか本当に忘れた何の話やったっけ。あそう今日ですね、あのあれなんですよ、あのね今日ねアイラインを買ったんです。今日アイラインを買ったんですよ。そしてねあのアイライン、あそうそう毎日は配信してそうだった、そうほぼ毎日アイドル頑張りますってね話はくしゃみ出られたとかい出してよ、こんなみんなの前で言っただけそうそう、まあ、もうくしゃみの話はいいんですけど、あのね今日アイラインを買ったんですよ。でね調子乗っちゃってあのアイラインをね引きすぎたんですよ、ベラ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 。そしたらね目が真っ黒になったっていう報告です。わかるかな、わからんかな、すごいね目の周りを縁取ったんですよ、その今日買った、初めて買ったんですけど、そのタイプのアイラインは。いつもね筆みたいなやつでこうアイラインとか引くんですけど、あのねこうペンシルみたいな、なんかねあのなんだろうな、鉛筆みたいな、色鉛筆みたいなタイプもあるんですよ。それをちょっと調子乗って、さっき新しく買ってきたらさ嬉しかやんで嬉しすぎて、そうもう嬉しい、やった新しいコスメっていいなと思ってちょっと調子乗っちゃってベラベラつけた結果がパンダになりました。けどあんまりみんなコメント来てないですね、思ったよりポンやった。えちょっとなんでよ、くしゃみ報告言うとどっこいって、くしゃみ報告よりはまだまだマシやろくしゃみ報告よりいいって、なんでくしゃみに負けとると、私あどっこいどっこい、まあこんな感じです、あんま分からんかな。そう黒くね塗りつぶしちゃったんです、ベラベラっとベラベラつけちゃった。でもさ分かるやろ、なんか分かるじゃないですか、やっぱ新しいものがを家でさ買ってきて家で開いた時のあのさなんかこうワクワク感嬉しいじゃないですか。でもう嬉しすぎてベラベラベラつけちゃった。そうベラ好きでしたけどね、なんか思ったさ最初こう画面パッと見てよし配信始めようかな、え目黒真っ黒やんと思って、絶対あー嬉しい、3日15分経過しました、3日連続配信中、ここ注目。あでそれで絶対みんなに言われるやろうなと、みずきちょっと今日メイク違うくないって言われると思ったけど、全然そんなことなかった、みんなあんまり気遣いやった、あいい感じ、よかった、ありがとうございます、よかった。でそれでこれは4日目、2じゃないよ、今日4だよ、本当は4日目ですからね、3になっとるけど、なんで3になっとったかな、あそうハイライト入れてますよくわかりましたね、私今日ハイライトも買ったんですよ。あー
すごいすごいすごい、すごい。目だけは分かりやすいかなと思って報告したんですけど、そうなんですよ。ハイライトも買ってから、ハイライトも調子乗ってベラベラつけたんです。いやすごいな、すごい。そんなにバレるなんて思ってなかった。なんかちょっと時代遅れなんですけど、きっとこれなんかね、セザンヌのこのキラキラのハイライトなんですけど、これね、みんなすごいいいですよってもう半年ぐらい前に、もう半年かな、もう1年かな、半年ぐらい前からね、すごいみんなでブームで、どんな、あ、なんかコスメ、なんだっけ、コスメ系 YouTuber、 美容系 YouTuber、 美容系 YouTuber の方とかも、もうみんな揃ってこれこれこれって言ったんです。それなのに私時代には乗り遅れちゃって、自分が持ってるハイライトをまずは全部使わんといけんと思って、やっと切れたからやっと変えたんですよ。で嬉しくてベラベラ塗ったらやっぱりバレたそう、鼻とここに塗った。すごい嬉しい、でも気づいてもらえるの、うん、調子乗ってつけるんですよやっぱりね。新しいものはさ、すぐ調子乗ってしまうそうね、コスメの話言われてもね。そうですか、でも嬉しいです。なんか気づいてもらえるの嬉しい。さっきチークは変わってないねって言われたけど、正解、チークは変わってないです。すごいな、みんな思っとるよりさ、なんかすごい分かるんですね。みんなすごい。そう、まあこんな感じです。やった、みんなになんか気づいてもらえるの嬉しいですね。ちなみに服はさっき買いました、ま、今日も相変わらず真っ黒黒の服を着てたので、これはダメだと思って白にしました。今ね、あ、そう、ニキビの話、ニキビね、治ったでしょ、見える、どう、じゃあここで見える、さすがにここじゃ見えんやろ。髪はちょっとだけさっき切りました、前髪ちょ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 って。そう、え、ベラベラって言おうと、長崎弁じゃないよ、絶対日本全国言う。じゃあどこにまで行ったら見えるかしよう。じゃあ見える、見えん、じゃあどう、見える、見えん、まだ見えんと、やだ、お肌綺麗じゃないですよ。これ以上も近づけんけん、早く見つけてよもう早く見つけてくれんと、近づけんけん、そんな肌綺麗じゃないし。え、まだ見えんと、嘘だ、本当、本当にもう近づけんってもう絶対嘘だ、絶対見えとる。え、ちょっと待って、ちょっと鏡で見ていいですか。あ、これは見えんかもしれん、もうここなんですけど、これ見えんねん、もうここ、あ、もう見えんばい、よかった。これどんなに近づいても見えん、だって私でも見えんもん見えるかいってね、自分でも見えんのをね、こんな画面越しに見えますかとか言って、見えるわけがない。でも感知してますよね。そう、あのね、あのこのニキビを治したのは薬なんですけど、この薬がね、またね、なんか超乾燥するんですよ。あ、なんか皮膚科の薬なんですけどね、なんかね、塗るか塗らないか迷うほど、本当に迷うほどめちゃめちゃ乾燥するんですよ。一回塗ってニキビやった治ったと思ったら、ここら辺が皮むけるんですよ。ニキビは綺麗に治るっちゃけど、なんかね、ここ乾燥して、ここだけ粉吹いたりするんです。わかる？前ここら辺にあったんですけど、ここかなにあって、そこにずっと塗り寄ったらめっちゃ乾燥するんです。それもね、1回で、1回塗っただけでね、めっちゃ乾燥してね、ここが砂漠になるんですよ。ここだけ本当だよ、ここだけ砂漠化するんです。だけね、もうね、塗るか塗らんか迷って、でもここはね、そうだけ、1日目は2日見えたじゃないですか、このニキビ。多分あの毎日見に来てくれてるよって方はきっとあの2日ともニキビ見たよって言うかもしれないけど、そう、2日できたんです。本当は薬を塗れば1日に治るんですけど、乾燥するかなと思って塗らなかったんですよ、1日目は。でも2日目塗ってみるか、乾燥してもいいけんと思ったら、もうこんな綺麗になった。昨日塗ったんですよ、夜ね。あ、1日目から塗ればよかったと思って。でもね、そんななんか思ったより粉吹かんかった。粉吹かなんかすごい嫌だな、アイドルのくせになんか粉吹くとか言ったかね、嫌。いや、私のせいじゃないんですよ、薬のせいなんです。薬
薬で、そう。でも全然なんかね、思ったよりね、今回は乾燥しなかったですね。よかったよかったね。薬ってなんかやっぱ副作用みたいな感じですよね、その砂漠化するって、砂漠化現象は。そう、やっぱね、あまりにもね、いい薬すぎて。そう、でもね、すごいおすすめです。浜の町、長崎の方おるかな、長崎の浜の町のお店じゃない、皮膚科、浜の町にある皮膚科なんですけど、すごいおすすめですね。え、お風呂入れないよお風呂入りたいけど、あ、でもそっか、あ、入ってください、ぜひ。あ、で、待って待って、あ、いや、入ってください。でも明日休みですかちょっと見てほしいっていう気持ちが 20% ぐらいあって、 60% ぐらい入ってきていいよって思って、あと 20% ぐらいは、あ、どっちえ、どっちがいいかなって、入ってきていっちゃダメですどっちやねん、入ります、入るんかい入るんかい、あ、お風呂で見るんですか、いいですよ、全然。お風呂配信、あ、逆やん、違うやん騒がしいですね、今日も。なんか私でも今日ちょっとテンション低いですよね、私。なんかやっぱり夜テンションなんですよ、今。あ、逆か、夜テンションって高いことを言うてよね、多分。お休みって寝よりやん、ダメダメダメ。お風呂入らん人は見てくださいよ、ぜひ。お風呂入らん人は、何の話してたっけ。あ、そう、今日ね、ダイソーに行ったんですよ。もうなんか今日めっちゃ恥ずかしかったことがあって、なんかさ、後ろにダイソーで並んでたんですよ、こう後ろにね。まあ、これ多分ね、最近あるあるなんだと思うんですけど、え、ダイソー知らんと、知ってるでしょ、全国共通じゃないですか。そうそう、100均100ダイソーじゃなくて、ダイソーで、ダイソーに行って、あの、並んでたんですよ、レジに。そしたらさ、いっぱいなんか買ってから、なんかスポンジとかね、化粧のね。それで、あの、後ろにね、なんか、まあ、私と一緒ぐらいかな、もうちょっと私と一緒ぐらいかな、ワンちゃん年下かなぐらいの、まあ、可愛いお姉さんが2人後ろに並んどったんですよね。ね、でもまあ優しかったんです、すごくすごく素敵な方だったんですけどね、もう笑われたんですよ、私が。もうなんかおっちょこちょいすぎて、なんかさ、レジ袋いりますかって言われる前にね、私今日レジ袋を、いると思ったんですよ。もう入らんけん、リュックにね、レジ袋欲しいですって。なんか買ったものも大きかったこんくらいやったけん、これもう入らんけん、レジ袋もらおうと思って、レジ袋いいですかって言ったんですよ。あ、レジ袋、聞かれる前にね、お願いしますって言ったら、あ、そちらからって言われてさ、隣に、なんか私のこのレジの隣にこうあったんですよ、レジ袋がね。で、あ、そちらからって言って、あ、これ自分で取ってこう持っていくタイプだと思ったんです。あるじゃないですか、なんかイオンとかに自分で袋持っていくタイプだと思って、あー、すいませんって言って、あー、そっかーって、こうなんかもう恥ずかしくて、その時点で、あ、自分で持っていくタイプかと思って、なんか半笑いとか、もうちょっと笑いでごまかしていこうとしたら、なんかそれがなんかサンプルだったんですよえ、サンプルだったんですよ。え、で、なんかで、私気づかずになんかポッ、なんか取ろうとしたら、あ、そうそう、違うってか慌て出して、店員さんも、あ、それはサンプルで、あ、 S ですか M ですかって言われて、あ、そういうこと、え、そういうこと、だって言いますか、そういうこと。だってさ、最初からさ、あのさ、え、おかしいですよね、その店員さんがさ。だってさ、私がさ、あのさ、レジ袋お願いしますって言ってさ、そちらからって言いますか、 S ですか M ですか L ですかって最初から聞いてくれれば、私もさ、あーって、そのサンプルを取ろうっていうならなかったのに、なんか、あ、そちらからとか言われたから、あ、すいませんとか言って取ろうと、え、サンプルやんと思って、あ、そちらからなんかサイズお願いしますって言って、あ、サイズ感ってちょっと思ってあ、M でって言ったんですけど、もうなんかそれがちょっと、もう後ろの方、お姉さん方多分同じぐらいの年の 年代ぐらいの方で、もうなんか半笑いで、でたまたまこう横向いたんですよ、そのサンプルが横にあって。だから後ろの方の顔が見えちゃって、もうニヤニヤしてるんですよあ、ニヤニヤされていると思って、もうなんか
ちょっと私もヘラヘラして、あすいませんとか言って、なんかさ、それでちょっと動揺しちゃって、あのなんか1640円ぐらい、多分45円だったのかな、65円だ、665円ですって言われて、私1065円、あ1000円出して、あの65円ありますって言って出したんですよ。65円ありますって言って出したら、なんか65円出した瞬間に全て綺麗にぴったり払った気分になっちゃって、意味わかるかな、これあるあるじゃないですか。なんか1000と65円を出したんです私は。本当は665円やったけど、でも65円をぴったり出した時に勝手に全額ぴったり出した気分になって、財布を閉めてリュックに財布を入れて、こうなったら、そうお釣りを忘れたんですよえそれで次のお姉さんたちが、当店員さんたちが、あなんか私ももう離れたくて、その場をね、恥ずかしかったし、なんかサンプルに手を伸ばしてサンプルちぎろうとしたし、サンプルもサンプルで分かりにくかったんですよ本当に。ダイソーに文句言ってるわけじゃないんですよ別に、本当に別に文句言ってるわけじゃないんですけど、とりあえずサンプルも分かりにくくて、なかなかに、なかなかサンプルに手を伸ばしても恥ずかしいけん早くどけようと思って、あすいませんありがとうございますって言ったら、あお釣り、あお釣りもうなんかとどめ刺されましたよね、お釣りで400円400円でもうリュックに財布入れたしさ、もうそこで財布出し寄る余裕もなくて、とりあえず400円取って、あのレシートもらって、すいませんって言って、とりあえずあの400円持ってなんか20メートルぐらい走りました小走りで20メートルぐらい、そうで20メートル先ぐらいでやっとあのお財布取って400円直しましたそう久しぶりなんか自分でなんかバカだなって思った、ほんと久しぶりですよ。そんな私ね、日々ね自分で自分のことねアホだなって思うことないんですよ。みんなも思うかもしれんけど、私は基本自分で自分のことアホって思わないんですけどね、今日は久しぶりに思いましたね。なんか電柱にぶつかったぶりぐらいかな、電柱にぶつかった時ぐらいぶりにアホだなって思いましたでもちょっと店員さんのせいではあるかな。え、だってさ、そちらからって言われたらさ、自分で取っていくタイプかなと思ったのに、まあでもちょっとせかせかしてたのかな私も、結構並んでましたしね後ろに、そうそう、まあそんなことがありましたそう、でもね、あのお買い物は楽しかったですよ、ダイソーでね、もう思いますよさすがに。でもなんかさ、気持ち分かりますよね、65円まで払ったらさ全部払った気分になる、なるなるあるあるなりますよね、よくなら、私よくあるんですよそうですよ、私はそう、そういうことですよ。何買ったの、ね、何買ったっけな、まあでも100均の消耗品ですね、結構何やったかな、スポンジと、なんか何買ったっけ、スポンジとなんかね、スポンジいっぱい買ったね、あれ何買ったっけ、あ筆だ、筆を買ったの、100均の筆ってどうかなと思って一回も使ったことなかったんですけど、使ってみた、買ってみました、まだ使ってないけど、そうメイク系かな今日買ったのは。あと何買った、ああれだ、マスク、あの顔のマスク、あのなんだっけあれ、パックのなんかこうパックのがトレーン用にするためになんかシリコンでこうつけれるんですよ。いつもねなんかペロペロって取れてくるけん、それ嫌やなと思っとって、ちょうど見つけたけん、これこれと思って、欲しかったやつくだと思って買いました。それが大きかったんですよ結構、だから M サイズになった。あー確かに、あのマスクさえ買わんければ私も袋をもらわんで済んだってことか。でもいいや別に皆さんはどんなアホなことありましたか今日、なかったんですか。私もね1週間に1回ぐらいあるでしょう、皆さん教えてくださいよないない
気にしますよ。だって後ろの人笑ってましたよ普通に。プププププって。あ、そうそう、シリコンパックです。シリコンパックよく知ってますね。そう、おみ髪伸びたんですよ。伸びるのめっちゃ早いけん、もうあと3日ぐらいでコンコレまで来そう。早かよ。もう皆さんに4月3日会うときは多分もうこれぐらい伸びとる。もうロングに近づいていくねえ。早いんですよねえ。ほんと、え、そうですよね、昨日より伸びてますよね。私も感じるんですよ、なんかこう屈指とかしながら、ああ今日も成長したなって。そう、この成長力すごい、伸びしろですね。ボブ？ボブが好きですか？そう、内巻きもいいけどね、顔がね丸いんですよね。ってこと1万円入れてる、お釣り忘れ、取り忘れたって。1万円、あ、そういうことね。やばい、それ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 やばい。だって結構すごい額ってことですよね。やばいやばい、それはやばいよ。ダメですよ、そんな。それもなんかやばいですね、鳥肌立ってしまう。そんなね、無駄にしてしまった。取り忘れそうになったんですか？忘れたの？外跳ね、外跳ねできるんですけどね、外跳ねはね、全部外跳ねで配信したことはないですね、あんまり。外跳ねもできますけどね。ビヨンビヨン、難しい。え、こう見たらすごい長くなったな髪。すごい、手使わずに戻せた。本当に嬉しい、おだえりさんに見えてきたって。え、嬉しいけどさ、失礼ですよ、おだえりさんにそんなこと言ったら。もう私なんかね、外ハネ、外ハネね好きですか皆さん？外ハネもう結べますよ、全然余裕で。ほらに、けど今日ゴムがないんですよ。あ、おっとごめんなさいごめんなさい、なんかあの本当に、あ、バカですね。ありましたねなんですか今の、なんなの今の、今のは何いや本当だって、本当にないと思ったんですよ。ありましたねそれも日本それも日本ですよ、やばいですよ。今日ないんですよって言って2本もあった。仕込んでない、仕込んでないよ。仕込んでなかったら演技、あ、違う、仕込んでたらさ演技上手すぎでしょ今のねえ、やばいですね今の。もう2つ結びできるぐらい、確かに2本もありましたよ、びっくりびっくり本当わざとらしいって。確かに2本もあったらわざとらしいですよね。演技派ですか？わあ、なんか幼稚園生みたいになっとるけどねえ、びっくりした。考えてないですよ。てかなんで日本もあるの？ああなるほどね、あん時か。そうそう、昨日の夜ぐらいかな、昨日の夜だ。なんかね、準備しよる時にたまたま、あれ、え、昨日の夜かな、いつから日本あったんだ。でも分からんけど、分からんけどありましたね。そう簡単に適当なこと言っちゃダメってことかなんかあれみたい、トトロみたい、トトロのずっとつけてる。いや本当に昨日の夜とかだと思います、今日の朝とか。このゴムはもう結ばんけんね、ゴムつけ、もうゴムも手につけなくなっちゃったんですよ。何この髪、あ、トトロじゃなくてメイちゃんかな、あ、メイちゃんか、やったメイちゃんです。
めいちゃん中学生みたい。確かに、いや本当びっくりしましたね。基本もうね最近はつけてないんですよ、手には。もう結ばんくなったけんさ、最近全然お家でも結んでなくて、もうずっとこう下ろしてるから、ゴムがあるなんてびっくりえちょっと待って、でも真剣に思い出していいですか。え、日本昨日あ、そう、昨日キャリーバッグを掃除してたんだ。キャリーバッグを片付けてたんですよ。そうだ、多分キャリーバッグの中にあったんだ。キャリーバッグの中にあったんだ、確かそうだった気がする。キャリーバッグのお片付けをしたんですよ昨日。そう、なんか昨日お部屋のお掃除とかしょってからね、久しぶりキャリーバッグ見たら、あ、多分それで適当にパッてつけたんだろうね。あんま記憶ないですね、つけた記憶はない。だってゴム、え、ね、でも結ぶ機会ないけん気づかないだけかな。一本ずつかな、日本行きにつけたのかな。そうそう、東京行く準備もせんといけんけんさ、準備してたんですね。多分ですよ、昨日つけてました。昨日からだと思います、あんま記憶ない。それになんか汚いし、なんか毛玉みたいなのついてる。え、すごいびっくりしたね、みんなびっくりしましたよね。私もけど、つけとるんかい、あるんかいってねえ、なんか確かに本当に今仕込んだぐらいすごいすごいすごかったですね今の。髪結べる、結べますよ、結べるけどね今日ゴムないんですよねってえって、え、なぜ、え、つけてたのかな。でも日中、そう、日中はつけてたことに気づかなかったですね。なんかさ、なんかゴムさ、たまにさ、なんかたまにさ、ゴムさ、あのゴム髪結ぶ方とかいらっしゃったらさ、あのさ、髪じゃない、ゴムがさすごいきつくてさ、つけとる感覚ある時あるじゃないですか。こういうなんかこう跡がついたりする時はつけとるなって感じるけど、今日の結構すごいあのストライクですね、綺麗に、なんかすごい同じ私のこの腕の幅にぴったりに作られたのかっていうぐらい綺麗に、綺麗に、ほらぴったりサイズやけん全然気づかんやった。なんかぶったぶぶったぶかぶかすぎても取れそうになったりして気づくじゃないですか。で上に上がってきたりしてゴム邪魔くてこう下げたりするけど、ちょうどぴったりジャストサイズ、ほらだけに気づかんやったってよそうあ、確かに着替える時気づかんかったですね。うん、今日着替えた、着替えたか、さっき着替えたもんね。うん、気づかなかったですねあ、面白い、うん、確かにどういうつもりつけた、もうみんな謎だらけですよね本当にね、私も謎だらけです。どういうつもり、確かに髪結ばんとに何でつけたんだろう。とりあえずそうお掃除したかったから、邪魔だったから多分つけたんですよ多分ね。ちょっともうゴムの話はねもうどうでもいいですよね、すいませんゴムの話引っ張りすぎた、もう仕込んだってこと、もう仕込んだってことにしましょうか仕込んだってことにします。もう仕込んだにしたらさ、もう私超演技うまかったですよ本当はぁみたいな、ね、ちょっとなんかあれしてほしい、あのなんだっけ、あのなんだっけ、リプレイ今のさっきの配信のリプレイしてほしい。え、どんなリアクションやったか。え、あれリプレイでさ、多分相当演技うまいですよねそれやったら、えみたいなけどあの取っときますね、邪魔なんで、もう使わんし。何それ、なんだそれ、そうリプレイ検証せんといけん、まあ、今日のハイライトはそれでそう
TikTok でバズるやろ。そう TikTok ね、そろそろねちょっと頑張ってバズりたいんですよ。そろそろもうね今ね、あの K がバズったうちに入るなら、 K 行ったらバズったって言っていいなら、あの3回ぐらいバズったんですよね。やっぱりね 4っていうね壁はすごく高いですよ。4回目てか早っ、44分もうやば、もうだって12時ぴったり、あれですよね、あの12時ぴったりですよね、これ切られるんですよね12時になったら。ロスタイムとかなこの時間帯ないですもんね絶対ですよね。やばいじゃん。じゃあ50分になったら呼びますね、あのランキングランキング呼びます。50分、そうじゃん、この時間ちょっと私は向いてないのかもしれない。向いてないんじゃない本当、私この時間いつも長くなってしまうけど、でも逆にいいかもしれん、逆にロスタイム長くならんけ、延長ないですよ。ショールームの上の方に言ってください、お水着だけ12時20分ぐらいまで許可してくださいって終われないんで。何時からの予定？どこ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 と？あ、そうね、明日ですか？明日はね、何時にしようかな。明日はね、ちょっと午前中はちょっと用事があって、昼はサッカー見るけん夜かな、明日は。明日も夜かな。あ、でも分からん、夕方になるかもしれないですね、夕方とか。明日ちょっと短めでいいですか？あの30分ぐらいにしよう、明日は。毎日1時間くらいしようかな、今は、最近は。だけ明日は30分配信で頑張りますよ。30分、私30分で話せる自信ないけど、私的に30分けど、リアルタイムでは45分かもしれん。私の体内時計体感30分で話しますお水木の体感30分で、リアルタイムだと45分ぐらいかな、ちょっと分からんけど、まあ、大体30分ぐらい目安、45分ぐらい、多分30分で収まらん気するな。だって30分ってめっちゃ短いですよ、なかなか短いけんね。そう体感30分プラス15分ロスタイムで、それでいこうロスタイム3分の1ってやばいなバカになってるんですよ本当に。ショールームの時だけですよ、でも勉強しよる時とかはもうなんかと思って、まだ30分しか経ってないとってなりますけど、そうショールームしよる時はもうめっちゃバカになってしまう。体感時計、どこ誰かが喋った、家族の誰かが喋ってます、聞こえてきた。あ、そうもう50分になるけんね、読む準備をしますよ。明日はくしゃみ出るように頑張ってくださいよ本当に。今日の分は明日ちょっと持ち越しで、明日こそはね、今日の悔しさをバネに頑張ってください。くしゃみがくしゃみなんで私応援しよるさ、くしゃみ頑張ってくださいって。そう、私ねランキング読むのにもねなかなか時間かかっちゃうんですよね。じゃあ読みますよ、準備はいいですか壇上の皆さん、いいですかじゃあいきます。やば、夜になるとねだんだんね声がね、あ、じゃあこういう話したらねまたね伸びちゃうから、いきますよ、いきます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 。第13位、じゃあ夜やけちょっとちっちゃな声で、家族が寝てるからね。第13位、ともさん、アットマークなんだかんだお水木しか勝たん、え、嬉しい。そうですよね、なんだかんだって、なんだかんだ確かにすごくいろんな方にねいつもねまあいいですよねそんな話はありがとうございます。
第12位、翔太さんアットマークお水着 FC、 みーちゃんラブハートありがとうございます。突然ね、大きくなったりちっちゃくなったりする、ちょっとやめますね。普通に一定の声の大きさで読み上げます。ありがとうございます。第11位、台湾のポミス、チコ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 。第11位、台湾のポミさん、アットマークおみのツインテール大好きバイって、ありがとうございます。たまたまね、日本あったけんできましたよ。にたまたまよ、本当に本当たまたまですよ。キャリーバッグに感謝ですね、ありがとうございます。第11位を言ったね。第10位、ガニメデさん、ありがとうございます。ガニメデさん、ありがとうございます。第9位、よしのりさんアットマーク今何度、あ、そう、ちょっと待って、おお、今日寒かばい、めっちゃこの部屋 20.2 度、昨日 22.9 とかまで最高上がったけど、今日は 20.2 度です。ちょっと今日寒いですね。ありがとうございます。第8位、ブリントさん、ありがとうございます。あ、そっか、ありがとうございます。じゃあ今さ、ブリントさんはさ10時50分か、はそっか、ありがとうございます。第7位、よしえさん明日の演技も楽しみにしてます。明日もね、ミラクルでなんか大きいんかな、あ、演技か、演技楽しみにしててください。きっとなんもない、きっとなんもないけど、いっとこう、楽しみにしてください。ありがとうございます。第6位、チョコミントさんアットマークワクワクピーターパーン、なんだそれ。ワクワクピーナッツやろ、ワクワクピーターパンとかあると、知らんよ私、本当にワクワクピーナッツも知らんやったとやけん、ありがとうございます。第5位、たけちゃんアットマークお風呂で見てたらお風呂ポチャしましたピエ、時間大丈夫そうね、え、やばい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 、ね、なんかそれ私のせいになりそうで怖い、大丈夫かな、え、たけちゃん恨まんで、私のことをお願いだから、やばいですって、それ大丈夫ですか、携帯あのさ、あれすればいい場合、あのドライヤーで乾かせばいいんですよ。なんかあのイヤホンのところ、ちょっと先に読もうか、なんかね、イヤホンのところをねドライヤーで乾かしたら治りました、私昔、ショック、ありがとうございます。でも続いて第4位、峰松さん明日もビファレ勝つぞって応援するぞ、あ、一緒に応援してください、しましょう、頑張りましょう、応援ありがとうございます。第3位、 KITT さんアットマーク14日のお話し会までに髪伸びてるかな、絶対伸びとる場合だって、あ、でも14日か、まあ、あと10日ぐらいか、あ、ちょっと5日、9日ぐらいか、大丈夫、なんか伸びとるかもしれん。やばいやばいやばい、家族がすごい、なんか帰ってきちゃった。第2位、キャリテーテーさんアットマーク明日徳島へサッカー、え、本当に、あ、サッカー観戦、いってらっしゃい、え、行くってこと、今から明日、あ、いってらっしゃい、いいな、いってらっしゃい、いってらっしゃい。いいな、そういうことか、そう、足音がねちょっと聞こえてきちゃったんですけど、あの、さっさ行きますね、ちょっと急ぎます。第1位、モッシーさんアットマーク久しぶり、あ、久しぶり、あ、久しぶり。3日当たったから楽しみにしてるねって。楽しみにしてます、私も、あの、4月3日、すごいレミタンからもちょっと LINE がめちゃめちゃ今来てて、ちょっと忙しくなっちゃった。ありがとうございます、モッシーさん、お久しぶりです、嬉しい、確かに お久しぶりかもしれない、呼んだの覚えててくれたんですね、私のこと、ありがとうございます。あと7分ですね、え、なんだっけ、俺らの竜じゃないんですよ。帰ってこなくていいのに、こんなあと7分遅れて帰ってくれればよかったのに、帰ってきてくれればよかったのに。じゃあ皆さんおやすみなさい、本当にあと6分か。
まあ先に切ろうかな、じゃあ今日は。え、けどさっきの話さ、どうなった？あの、大丈夫でした？音聞こえますか？音聞こえる？あの、水没した？水没したってこと？大丈夫？音聞こえますか？携帯どんな感じですかね。全然あれなかったかな、気が。 iPhone に iPhone かどうか分からんけどね。え、大丈夫らしい。よかったよかった、よかった。お水木のせいにして、お水木のこと嫌いになられるかと思った。ちょっとだけちょっと不安になった。そんなことせんよね、知ってますから、きっといい人ですよあ、そうなの、防水なの。え、そうなんだ。私の iPhone、 私ね10なんとかなんですけど、今ね10なんとかを使ってるんですよ。 S とか M とかよく分かんないんですけど、 iPhone、 自分のが iPhone なんだか知らん。そう、弁償私何もしてない。いや、そんな、まあ無責任なこと言っちゃダメですよね。配信、こんな時間にお風呂中に配信をし始めたお水木が悪い。弁償しろよってひどいよ、ひどくないか。あ、そうそう、で iPhone なんですけど、でも私の iPhone って防水ですか？防水なの？知らんかった。じゃあいいやん、全然お風呂に使っても一緒に一緒にお風呂に使えることはちょっと無謀やけど。あ、そうなんだ、私のも iPhone あれなんだね、防水なんだきっと。あ、そうなんだ、知らんかった。じゃあ一緒に一緒にお風呂入らんけど、あのちょっとなんか気が楽だった、あ、気が楽になった。そうなんだ、なんかすごい一生懸命自ら守ってたけど。あ、もうあと4分で終わりますね。じゃあ皆さん、明日は良い休日をお過ごしくださいませ。あ、でも私 iPhone に iPhone ラーメンに落としたことありますよどこだっけ、あそこ、Always の、 あの中高校生の時にラーメンに落としました。食べ終わった仕事か、頑張ってください、あの休日だけどね。ラーメン食べ終わったラーメンにね、あのね携帯落としたことありますよ。マリークワントのカバーケース、あ、そうそう、これマリークワントのケースごと、これごとラーメンのお皿にあのダイブしたことあります。でも食べ終わってたところがもう本当に救いでしたね。幸い中の、あ、違う違う、不幸中の幸い。そう、食べ、もうね、あ、でも全然なんか1週間ぐらいラーメン臭かったんですけど、なんかそれ以降別に携帯も大丈夫だったし、これもちょっとだけラーメン臭かっただけで、そう、よかったよかった。これはいいけど、ラーメン食べる前やったら多分超ショックでしたよ。ラーメン大好きやけんさ、ラーメン食べれんくなる方が嫌だ。これ1週間臭くなるぐらい、全然へのかっぱでも大丈夫、これはもう高校生の時の話ですよ。そう、そんなことはありましたね、確かにえ、でもあのお風呂に使った携帯が無事でありますようにって、それだけを願ってます私はこれでさ機種変とかなったらね、もう大変やけんね。洗いましたよめっちゃ。その後ね塾に行かんばやったんですよ確か。で塾でめっちゃ洗った記憶がありますけど、みんなになんか言った、ラーメンに落としてよこれって言って、みたいなね、なるよねきっと、なってました。じゃあ皆さんおやすみなさい。あと2分だけど、もう先に切っちゃおうっと。明日も頑張りましょう。おやすみに。